Hello everybody and welcome to today's match against Arsenal. この時間はフランス対アーセナル。こちらをご覧いただきます。本日のゲームが行われるこの さあ、このゲーム、酒井宏樹選手の登場です。攻守にわたる活躍に期待ですよね。そうです。シュート。スピードが上がってきますよ。アーセナル、カウンターを仕掛けていきます。ここは対応します。さあ、アーセナルボールです。 ベルカンプからスターリング、ネイマール、ネイマールからメッシ、フォーデン。前半ここまで両チームともまだスコアレスの展開が続いています。 ビエラ、さあカウンターのチャンスになります。ビルロ、ネイマールからメッシ、ビエラ、ここはカットします。危ないシーンでしたが、ここは大きくクリア。 ワンビサカへ、裏を狙う。フランス、カウンターを仕掛けます。スルーパス、フォーデン、このボールをカットします。冨安、アレクサンダー・アーノルド。 オフサイドです。さあ、ここからの展開、久保、裏のスペースを狙う。絶好シュート、きた。先制、アーセナル、フランス相手に ボールが飛び出します。メッシ、ディフェンスに寄せられましたが見事なゴール。いや、寄せられてましたけど、しっかり決めてきましたよね。ボディバランスの良さっていうのがゴールにつながりましたね。さあ、アーセナル先制 1-0です。 1点取ったことで余裕が生まれるんでしょうね。逆に相手は前がかりに来るでしょうから、 落ち着いた対処は必要ですよね。パスでつないで攻め込んでいきます。ここで笛、前半が終わりました。前半から得点が動いています。さあ、前半が終わりました。 フランスとしては攻守のバランスを取りながら試合を進めてたんですけど、終盤で一瞬の隙を突かれましたね。ただまだ1点差ですから、それほど慌てることはないと思いますけどね。フランス対アーセナル。ではこの後も試合をお楽しみください。
Substitution for France, number 22, Sterling. Number 47, Phil Foden. Number 21, リードはされてますけども、十分時間はあるんです。ボールを握ってペースを掴みたいですね。ただ後半最初の時間帯はメッシー、アーセナル追加点、追加点が決まりました。これで差は2点。メッシーフェイントを入れてシュートゴールでした。相手を揺さぶってできたコースにしっかりと打ってきましたよね。シュートでしたね。メッシ今日2点目です。さあアーセナル、さらに1点を追加し2対0としています。アーセナルとしては大きな1点になりましたよね、はい、2-0 になったことでゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、手応えも感じていると思いますけどね。なるほど、スルーパスを出す。さあここでカウンター、さあカウンターを仕掛けます。ボールはメッシへ。 The attendance for this match was 70,987. さあ一気にカウンター、ここもしっかりディフェンスしました。さあカウンタースピードを上げたいところ、裏を狙っていきます。リベリカルのボールを守備陣対応しました。さあつながるか、ワンビサカ、ここは読んでいました。久保、インターセプトを狙う。さあここでカウンター、ワンビサカ奪いに行きます。アーセナル先ほどのカウンターよく止めましたね。危ないシーンでしたよね。ここを止められたのは大きいですね。ここはすぐ奪い返します。ネスタ、このマッチアップどうなる。長いボールを入れます。メッシからピルロ、奪い返します。中盤でしっかり抑えているというのは重要だと思いますね。このボール奪いに行きます。メッシへ、リベリから右へ、来たチャンスだ。ロベルト・カルロス、酒井、このボールに触ります。ビエラ、さあ左サイドへ、ネイマール、いけるか。There will be one minute added time. 流れを止めます。ジェラール・モレル、スペースに出す。いいとこありますよ。アレクサンダー・アーノルドへのボール、レフリー試合終了のホイッスル。2対0フランス。このゲームよく戦いましたが敗戦を